10月9日土曜日、ラウンドワンフェスに参加します。今日は新しくスタッフになった阿部健志郎くんが一緒に投げます。カズと同じダブルハンドです。スタッフの阿部選手、スタイルがいいですね。カズも若い頃はこんな感じでした。左のボックスの井上選手です。すごいスピードで投げます。今日はスタッフの阿部選手、金谷選手、山本選手が一緒のボックスです。右のボックスが佐々木選手、石垣選手、島袋選手です。この2つのボックスの様子をご覧ください。4ゲーム目の途中からです。金谷選手の投球です。金谷選手はカズチャンネル初登場です。山本選手は久しぶりのボーリングで調子が出ないようです。カズは若い人と投げると力が入ってしまい、スコアがまとまりません。健志郎くんは2フレからストライクを続けています。プロになってほしいですね。カズは全くストライクが続きません。スプリットが多いです。ストライクが続きます。素晴らしいです。カズのこの帽子似合わないですね。山本選手、ナイスストライクです。金谷選手、スペアは確実に取ってます。カズは体が硬いですね。金谷選手、完璧なストライクです。
残念、ストライクが切れてしまいました。カズはまたスプリット、今日はいいとこありませんね。スペアはワンハンドです。スプリットを取りました。プロ並みですね。カズは全く取れません。残念、これもストライクになりません。山本選手、珍しいミスです。金谷選手、これもいいストライクです。阿部選手、最後はストライクで締めました。スコアは257です。山本選手は久しぶりのボーリングでイージーミスが多かったですね。かろうじてストライクです。今横切ったのは鈴木和夫選手です。やはりストライクが続きません。ここからは隣のボックスの1ゲーム目をご覧ください。島袋選手がスタートからターキーを出しています。島袋選手、コースです。佐々木選手、今日は月がないようです。セブンテンが出てしまいました。石橋選手もストライクが出ていません。どうしたんでしょうか。
島袋選手、ストライクが続きます。佐々木選手、ストライクです。佐々木選手は後半に強い選手です。石橋選手はまだストライクが出ません。何か迷いがあるようです。島袋選手、ラッキーなストライクです。ここまで6連続ストライクです。石橋選手、我慢のボーリングです。佐々木選手、ダブルです。石橋選手、ストライクが来ました。7連続のストライクです。パーフェクトを出しそうな勢いです。佐々木選手もターキーです。さすがです。石橋選手もダブルを持ってきました。島袋選手、残念です。後半強い佐々木選手、コースです。島袋選手、ミスしてしまいました。島袋選手、再びストライクです。石橋選手はここまでノーミスです。佐々木選手は5連続ストライクです。石橋選手、最後にミスりました。島袋選手も最後にミスりました。ボーリングは気を抜いたらダメですね。佐々木選手は6連続のストライクです。素晴らしいですね。
7連続のストライクです。完璧です。パンチアウトで締めました。佐々木選手ナイスゲームです。佐々木選手247ピン、島袋選手233ピンでした。島袋選手はスクラッチトータル901ピンで横浜駅西口店ではトップになりました。最後までご視聴ありがとうございました。ラウンド1横浜駅西口店に遊びに来てください。一緒に投げましょう。